やばいな。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。いやー、弁天町ビビったねまさかいや、私ね、今日仕事だったんですよ。で、あわよくば、フロイドをね、仕事中、まあ、休憩中に、回せるかなと思って、4時に休憩をね、設けてたんですよ。そしたら、まさかの延長でね、ビビっちまったよ。泣いたよ。ま、まだね、フロイドガチャは、回してはいないんですけども、これから回そうかなと思っているんですけれども、それよりね、それより皆様聞いてくださいっていうか、もう本当にやばない？ 9 月もう私もう最推しのジャミル・バイパーくんだけで手一杯かと思ったら、もうなんかすごいのが来ちまって、本当にもう意思がないよでも本当に待ちわびた待望のカードが、実装になりましたので、早速、スケジュールも見ながら詳細の方、もうちょっと羅列がやばいですけれども、カードの詳細はねないですけれども、スケジュールを見ながら私のこのねもう本当にこうしちゃってこの気持ちを、ぶつけたいかなと思います。ローもうちょっとローやばくないですか。ちょっとまさか去年もね、 Y 監督生たちをドツボに沼に落としたロロフラームが SSR で実装になりました。ありがとうございます。私本当に、しかもびっくりしないでほしいんですけれども、昨日私ライブ配信したんですよ。でその時にロロフラームの話したの、本当にしたの。ロロフラーム好きですっていう話してたら、まさかのロロフラーム来ちゃったよって思って予言者かなっていうね。まあそれだけ、ロロフラームのね人気がすごかった、去年すごかったっていうのもあって、今回のね実装になったと思いますので、本当に欲しいので、ちょっとね、いつ実装になるのか、予定の方見てみようかなと思います。はい、まず9月の上旬なんですけれども、こちらは今イベント開催中ですね。ロストインザブックウィズスティッチ、真夏の海と宇宙船、今日アップデが入りまして、最後までストーリーの方見れる、感じになっております。それと、私これからこの動画を作り次第やります、フロイド&エースピックアップガチャこちらの方も開催中ですので、もう回されている方いらっしゃいますでしょうか。あとね、ストーリーとかも、完走した方いらっしゃいますでしょうか。いやー、私も早く後を追いたいまずストーリーまだ3章の途中だから、それもちゃんとやりたいまあストーリーの実況に関しては、もしかすると本当に間に合わなかったら、後編の実況を割愛するかもしれないんですけれども、できる限りしたいかなと思います。それと、フロイドのガチャも絶対にプレミア公開、明日か明後日ぐらいかな、したいかなと思いますので、そちらの方もご覧いただければ幸いです。はい、そしてなんと上旬に早くもメインストーリーのチャプター5が、うわー、更新になっちゃうよ、どうする深淵の支配者チャプター5、おそらくもう、これスイスイが終わっちゃったら、スイスイっていうか、今回のスティッチイベントが終わっての入れ違いで来るんじゃないかなって、早くない？ちょっともうやばいよスイスイリリア、可愛いリリちゃまからのこのね、右大将が、の緩急がすごいよね、ツイステくんね。どれだけ監督生をね、落とそうとしているんだっていう、この、精神いかれちまうよっていう、この上旬にして、やーべえスケジュールになっております。はい、そして見て、中旬見て、推しに対してはガバ、中旬はジャミルバースデーキャンペーンと、しまして、今までのバースデーもやっぱり復刻で出るんですかね。あ、でも、ちょっと待って、復刻ジャミルバースデー召喚、過去ブルームバースデーしかないってことは、復
告がブルームしかないんだ。とりあえず、前回ツイステフェスで、情報公開になりましたジャミルプラチナジャケットは今回今年からね、プラチナジャケットのシーズンが始まるということなんですけれども、それにプラス、復刻はブルームだけみたいですね。あーそっか、おめかしとかユニオンはないんだ。あーそっかそっか、ちょっと悲しいけれども、まあでも私の第一目標は、プラチナジャケットですので、絶対にお迎えしたいかなと思います。はい、そしてなんとなんと同じく中旬にですね、またマスターシェフが始まります。ナイトレイブンカレッジマスターシェフミルクの韓流、これ韓流って読むのかな本流韓流わかりませんが学がなくて。で今回の、カード実装になったのがレオナとエペルになっております。やだ、ちょっとおじたんの見習いシェフ姿めちゃくちゃ気になりますね。で、一応こちらは、どちらも SR なので、まあガチャはねたやすいかなと思っておりますので、こちらも回したいかなと思っております。イベントにね、有利になるバフもつきますし、絶対にお迎えしたいかなと思っております。はい、そして下旬なんですけれども、こちらは予定しておりましたエースバースデーキャンペーン、またこちらもプラチナジャケットがね、おそらく実装になるかと思いますが、まずがちょっと待って、本当に本当に待って、マブちょっとね、マブを回せるか否か私今とても悩んでおります。だって見て、下見て復刻グロマスできっとロロが来るんでしょ。ほら、やっぱり SSR のロロ会長服いやー、こうなるとですね、私マーブをお迎えできるか否かちょっと不安です。回したい気持ちはあるんですけれども、ジャミルとか、あとその他もろもろフロイドとかね、のガチャの様子を見てマブは回したいかなと思いますが、ロロは絶対に欲しいロロは欲しいの、本当に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 ロロは欲しいの。だって見てよこれ、私の土星壁じゃん。でも本当に本当にロロにこの顔をさせたくて、私はツイステを頑張ってきましたっていう本当に私の理想 100% 120% のロロフラッムのカードが実装されてしまったので、というかデュオ誰だろうね、ほんと、もしかしてマリウスドラコニア君かなね、話的にもね。いやー、もうちょっとまさかナイトレブンカレッジ製以外のカードが実装される日が来るとはって思って、続けてきてよかったツイステ君って思って本当に今年に入ってのツイステ君ってやばいですよね。新たな試みしすぎですよね。グリムも SSR 実装になるって言いますし、こうやってね、ロロも実装になりますし、もう目が離せない私、ロロフラム、いや、ツイステ君から、ツイステッドワンダーランドから、目が離せません。ということでお送りしてまいりましたツイステッドワンダーランド9月の通知詳細だったんですけれども、いやー、ほぼロロだねロロフランムに全てを持っていかれた感がするんですけれども、まあね、私最推しジャミルバイパーくんのバースデーもありますし、もちろんね、まだスイスイウェアお迎えできてないですしスティッチイベントもね完走したいですし、やることいっぱいプラチナジャケットのね、詳細も気になるところですが、それもね、少しずつ通知が入った時に詳細を見ていこうかなと思います。ただロロがやばい、本当に本当にやばいねもう多分ね、ちょっと興行収入が期待しちゃうよっていう感じもしますが、私もね、満を持してというか全力でお迎えしたいかなと、ツイステをね、9月も全力で楽しみたいかなと
思いますので、まずガチャに関しては今からやりますスイスイフロイド&エース、こちらをまあさっきも言ったんですけれども、今からガチャするので明日か明後日ぐらいにプレミア公開したいかなと思いますので、そちらの方も多分ね叫びながらガチャしてると思いますので、見届けていただけたら、遊びに来ていただければ幸いです。いやーいいね9月もツイステ君一緒に楽しみましょう。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。